それでございます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日は話す順番で相手の印象は180度変わるという話をしていきたいなと思います。まあ、営業で話をするときにそのネガティブな話をしっかりしようっていうのは結構いろんな営業本でも書かれているんですよね。まあ、理由としてはそのちゃんと信頼をしてもらうために良いことばっかり言っても信頼されないから、まあネガティブな話、まあリスクであったりとか、まコストであったりとか。 あとはまあそういった懸念材料とかですねそういったところもしっかりと伝えていきましょうっていう話ではあるんですが、まあ、それもすもちろん大事なことでちゃんと伝えるべきではあるんですがその順番を間違えてしまうと相手の印象がもうそこで決まってしまうので話す順番気をつけましょうねっていうのが今日の話でございます。はいでまあ、そのネガテティィブブなな話話とポジティブな話 で、ネガティブな話っていうのは今お話ししたのはそのディスクとか問題点であったりとか、まあ想定される課題っていうところですね。で、もう一方ポジティブな話っていうのは、当然その商材の良さであったりとか、その商材を使ったことによって得られるベネフィット、利便益ですね。の話なんですが、まあどっちから伝えますかという話ですよ。で、ネガティブな話からポジティブな話をすると、まあどういうことが起こるのかっていう話なんですが、 これですねあの、まあ、デメリット、リスクをしっかり伝えてから、まあ、商品の機能や効能を伝えるって話し方をしてしまうと、これ、確証バイアスっていうのがかかってしまうんですよ。で確証バイアスって何かっていうと、まあ、要は自分がそれに対して持っている先入観があると、ですねそこによっそった偏った情報を集めてしまう人間の心理、まあ、バイアスですね。人間の心理の偏りですよ。なのであ、この商材ってそういうリスクや問題点があるんだっていう情報が先に入ってしまうと、 心の中でそっっちに意識が行ってしまううということですね。これ、確証バイオスですごく分かりやすいのは、面接とかで採用する人とかよくイメージできやすいと思うんですけど、第一印象が悪いと、結局、その人はもうダメな人なんじゃないかっていう気持ちが先に来てしまうので、その人はダメだろうっていう確認をする質問が圧倒的に多くなるっていうのが、採用面接で実は証明されてるんですよね。 なので、例えば、第一面あの面接で人が入ってきました、この子大丈夫かなとかですね、まあ、履歴書とか職務経歴書見たときに、この人大丈夫か、怪しいなみたいな気持ちがあると、大丈夫かどうかっていうことに対しての確認が入ってくるので、本当に大丈夫ですかみたいな質問ばっかりが集まってしまって、基本的にはその人間が持っている先入観ですね、それを確認するための質問に時間をどんどん費やしてしまうので、ダメだと思われていると、ダメだと思うような、それを確認する質問が圧倒的に多くなるということですよ。なのでで営業も全く同じで 詳細の説明とか提案を最初する時にネガティブな話を先に持っていってしまうとそれを営業からすれば相手に対しての気遣いでしっかりイメージを持ってもらえるように相手がしっかりとそのこっちの話を聞いてもらえるように信頼してもらえるようにっていう優しさ気遣いだと思うんですがそれが心理学上確証バイアスというまあバイアスがかかってしまうことによって相手からすると 本当にに大丈夫とといいううう警戒心を先に与えてしまうということですね。なので、営業が話す順番として大事なことは、やっぱり基本的にはポジティブな話からネガティブな話をすると。でこれどういうことかっていうと、まあ、期待をしっかりしてもらった上でリスクやデメリットを検討してもらいましょうということですよ。なので、ああこの小説を使ったらこんないいことがあるんだ の提案を受けたらここうういうことが実現できるんだっていうことに対してただ、まあ、こういったリスクがありますとか、まあ、こういうデメリットもあるのでそれを踏まえてご検討くださいねっていうふうな話し方をしていった方が相手もあけれどそれができるんだったらそういうリスクはしょうがないよねとかあそれが起こるんだったら確かにそのデメリットはどう解決するか次考えようみたいな形でこっちの提案に対してメリットがある、まあ、良いことがあるっていうことをさっしっかりとイメージしてもらってそれを欲している状態がない限りはリスクやデメリットの話とかあと価格の話 もそうですね、お金の話をしても結局はそこだけに意識がいってしまうということが起こらないようにするためにもあのまず期待をさせるということが大事になりますよということでございましたなので相手に信頼してもらうためにリスクやデメリットを先に伝えようとするではなくてその手前で違った形で自分自身のことを信頼してもらうことが非常に大事になるということですね。 なので、まあ、そこでは個人を信用してもらうために自分の話をしてみたりとか、まあ、提案をする前に、提案をする手前で情報提供をお客さんにしてみるとかですね、そういった形でお客さんとの関係を築いてから提案をする。で提案をした上でそこのディスクやデメリットも伝える。まあ、そういった形の営業の提案の流れが良いかと思いますので、今自分の営業提案している中でどんな流れで話をしているか、今一度整理をしてもらった上で、えー、話す順番、意識してもらいたいなと思っております。ということで今日は話す順番で相手の印象がガラッと変わるということでお話しさせていただきました。本日は以上です。 営業チャンネル、本日もご覧いただきましてありがとうございました。えー、引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、えー、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味持っていただいた方ですとか、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。また、ツイッターもやってますので、えー、ご興味持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。